共同党望協台共同党望協台は、韓国インチョン公益主公家軍共同面にある、軍事境界線を挟んで南側から北朝鮮を望む展望台である。共同党内では単に防協大と呼ばれる。共同島と対岸の北朝鮮の延べ白軍は、日本の統治が終わって半島が南北に分断統治された際に、北緯38度線で分割されていたため、朝鮮戦争までは、 南側の領域であった。したがって共同島と延べ軍の交流は盛んであった。しかし朝鮮戦争が勃発すると延べ軍からの避難民が共同島に殺到。戦争が急戦に至り分断が固定化すると、延べ軍は北朝鮮の領域となり、避難民たちは故郷へ戻ることができなくなった。このため彼ら避難民たちは共同島に定着。 一方で戻れなくなった故郷を忍ぶ場として作られたのがこの傍教台である。したがって他の DMZ 安保観光の展望台とは趣を大きくことにする。花二山山町ここは地理的に北朝鮮に最も近い場所として作られたため、海抜港も低く眺望としてはさほど良くはない。共同島から北朝鮮を望もうとするのならば、 大流市場の裏手の花二山を登った頂上の方が眺望は良い。大流市場近くにある観光施設、共同ツバメの巣でレンタサイクルを借りられる。島内には、の看板が多く迷うことはない。付近の芝石里を経由する、マウルバスがある模様だが詳細不明。ありがとうございます。